こんにちは。最近の日本を見ていると、経済においては停滞感があり、もはや経済大国とは言えない状況です。なのに国民全体が過去の栄光にとらわれている気がします。国民に均一の教育を与えた上で、住宅ローンにより家計のお金の自由を奪い、 マスメディアによる世論操作を行い、新しい需要を喚起していく戦略の中、日本人一人当たりの生産性はどんどん下がっています。知らず知らずのうちに私たちは大きなものに縛られ、精神的にも経済的にも奴隷のような生活を強いられています。みんな、 何とかしなければと思いながら、何から手をつけてよいか分からないというのが正直な思いなのではないでしょうか。今日ご紹介するのは、落合洋一さんの日本最高戦略。2回に分けてご紹介したいと思います。落合洋一さんといえば、落合信彦さんを父に持ち、 自身も東京大学大学院学際情報学部博士課程終了。現在、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社代表取締役社長、筑波大学学長補佐准教授、デジタルネイチャー研究室主催、クロスダイバーシティプロジェクト研究代表者、 本人が提唱するデジタルネイチャーという価値観に基づいた研究やメディアアート作品を制作、コンピュータと応用物理を組み合わせた視聴触覚への情報提示や最適化計算などの研究を行っている、など経歴だけでも実に様々な分野で活躍中です。では、 本の内容についてご紹介していきましょう。まずはじめに欧米について書かれています。日本は明治以降、外来的に入ってきたものをすべて欧米と呼んで、いろいろな分野で各国の方式を組み合わせて取り入れてきました。しかし、いいとこ取りをしているつもりがいつの間にか 悪いとこ取りになっているケースが多く見られます。欧米と一言で言いますが、ヨーロッパとアメリカではかなりの違いがあります。その違いを認識し、これからは国単位で考え、語っていく必要があるでしょう。また、欧州の概念で日本に合わないものがあります。例えば、平等と公平という概念。 平等は対象があって、その下で権利が一様であるということ。公平はフェアであるということ。日本人は公平は意識しますが、権利が平等であるということはあまり意識しません。試験でカンニングなどの不正が起きると起こるのに、公教育に地域格差があることに無頓着です。 男女平等にしても、同じ仕事をしたら公平にお金を払うということには敏感ですが、飲み会で男性が女性より多く払うことについては平気です。また、西洋思想と東洋思想にも違いがあります。西洋思想が常に神と対峙し、神に許しを請うという思想であるのに対し、 東洋思想は自然です。自然との距離感を保ちながら暮らすということです。そこに無理やり西洋思想を入れ込む必要はなかったのです。仕事についても日本人は昔から生活の一部として仕事をしていました。今のように時間労働ではありませんでした。そこにストレスはなく、 生活と一致したものでしたから、何時間でも苦労なく働くことができました。いわゆる、ワークアズライフが以前から自然に実践されていたのです。幸福感にしても、昔の日本は幸福という言葉を使っていました。これは、こう、ハッピーと福、ラッキー。 の二つが合わさったものでした。しかし今は幸せという言葉を主に使うようになりました。西洋的な幸福感は押し付けられたものなのに、今の日本人はメディアの基準に照らし合わせて、とにかく幸せでないといけないと信じ込むようになってしまいました。自然でいればいいのに、 常に幸せが足りないという感情に陥り、それを求めている状態は、実は依存症です。このように日本は欧米市場主義から脱却しなければいけないのです。本当は戦後5、60年の2000年頃のタイミングで大きく思考を転換するべきでした。 しかしその転換はうまくいっていません。それはなぜか、まず大きな社会変革を起こすためには、伝統的な日本企業が強すぎたということが考えられますね。経済大国というイメージに縛られ、そこからまだ脱却できていないのです。また、日本人の意識と ものの考え方が昭和的近質のままであることにも原因があります。これらを変えるためには、日本という国の成り立ちや、過去50年から100年での変化、日本人の持っている良さをきちんと理解する必要があると思います。ここで、パート1は終わります。引き続き、 パート2も聞いてくださいね。ありがとうございました。